BS 商店は BS 日テレで2003年10月12日から2007年2月17日まで毎週土曜夜に放送された寄セ風の演芸バラエティ番組。日本テレビの長寿番組商店の兄弟番組であり、日テレプラスの商店ジュニアの前身番組でもある。2003年10月12日に放送がスタート。もともとは本家、 商店で若手大喜利を不定期で放映していたが人気があったためこの番組で毎回若手大喜利が見られるようになったテーマ音楽のアレンジと演奏はスクービー・ルーが担当収録は横浜にぎわ座で月1回行われている制作著作は日テレで BS 日テレは制作協力の扱い2007年4月22日からは放送媒体を BS から CS に変えて CS 放送の日テレプラスサイエンスで商店ジュニアとして再び日曜日に放送される。なお、2007年2月17日放送分が新作としての最終回2007年3月31日に再放送の最終回が放送された。毎週土曜日の19時19時54分出演者は 若手中心で30から40代が主体。一部のメンバーはノックアウト方式で出演権を剥奪されると次回の大喜利に出演できないがアシスタントとしてザフトン運びの手伝いをすることがあり、こいつは凄ゲー。師匠と呼ばせて、でもその役割を果たす。一家の表中の出演者名欄にある記号の意味は次の通り。最終回まではこいつは凄ゲー。 師匠と呼ばせて、落語、使ってみよう。落語言葉、大喜利の四部構成であった。なお放送開始当初は、大御所に聞く、芸能界の歩き方と演芸というコーナーがあり、さらに大喜利の後に、清張の部屋というコーナーが存在し、長らく五部構成であった。他にも、演芸と大喜利の間に、神田三葉の初めて物語というコーナーも存在する。 番組のエンディングでは、ナビゲーターを務める歌丸も今週放送の大喜利の問題3問の、うちの1問だけ答える。横浜にぎわい座での寄せで使われる寄せが恋仕様の舞台を使用しており、後の商店ジュニアでも引き続き使用している。当初は、舞台上部に BS 商店と書かれた額を飾っていたが、地上波での放送が始まって以降、それに配慮するため、 横浜にぎわい座でよく飾られている、笑い問題服と書かれた額に変わっている。地上波では、BS 日テレで何ヶ月か前に放映されたものを、商店ジュニアと題して、こいつは、すごげー、師匠と呼ばせて、と、大喜利の2コーナーのみを抜き出した形で放送している。2005年10月に、テレビ新潟で放送されて以降、日本テレビ系の多くの地上波地方局でも、 放送された。2009年12月以降は穴埋めの単発放送のみになった。放送時間は全て JST 表記。その他、穴埋めとして単発放送を行う放送局もある。ありがとうございます。